はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。今日は、この「ないがままで生きる」というタイトルの本で、玄侑宗久さんという、臨済宗の、お坊さんが、書かれた本をご紹介したいと思います。で、私自身宗教とか、特に仏教について興味を持って調べてるんですけれども、この本は、その中でも、ないがままで生きる、その生き方とか、その生きるに際してどういった心構えで生きていくといいのかということについて、フォーカスして書かれている本です。章立てとしてはですね、6章ですねになっていて、1章から6章まで、タイトルあるんですけど、章タイトルだけご紹介すると、無分別、無為自然、無常、無限、無我、無心ということで、その心の持ちようっていうものを、どのようにするとしていくと、幸せにより近いか、でそれについて、ないがままで生きるということが大切なんじゃないかということが、書かれています。で、内容としてはですね、今分かったようなことを言いましたけれども、やっぱり、その宗教とか仏教についての考え方なので、少し難しい部分が多いです。で、具体的には、例えば、臨済宗とか、その他の宗教、仏教についての解説とか、あとはそれに伴ってですね、中国の、論思、孔子、荘子とか、そういったものの例や、人物が引き合いに出されたりしています。で、他にもですね、枕草子であったりとか、松尾芭蕉とかですね、そういった、著名な、人物や著書について、その時々でそういった方々がどういうふうに考えて、本を書いたりとか、詩を残したりしたのかとかで、そういった精神状態から、現代に生きる我々はどのようにしたら、より幸せに近い、自然な生き方ができるのかということを、解説しています。で、今言ったように、結構いろいろな文献からのですね、引用であったりとか、例の紹介っていうのが多いので、個人的にはもう少しそういった文献について自分自身も勉強して、からもう一度読むといいのかなというふうに思いました。正直言って、ちょっとそういった文献についてのバックグラウンドがほとんどないんで、読んでも多分この玄侑さんが感じている面白さとか、感慨深さみたいなものについて、まだ感じきれてないのかなというふうに思いました。なんで、逆に言うと、そういったものについてバックグラウンドがある程度あると興味を持って、知っているんだっていう人にとっては、読んでみると、そうか、こういう文章っていうのは、仏教的に考えるとこういうふうなんだとか、他の宗教的に考えるとどういうふうに考えられるのかっていうことが、分かって、面白いのかなというふうに思います。今日は以上です。